参ろうか。時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れている。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、趙という男が現れる。彼は紀州で太平堂を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、趙括率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。しかし不思議なものだ。出会ったばかりのお前たちとこうして兄弟の契りを交わそうとは。時を要さず、ただ心でつながり合う、それが縁というものであり、絆というものでござる。そうであろう、縁妃と長妃よ。独特だ。兄弟ってんなら肩肘あったのはなしにしようぜ、兄者。うん、そうだな。独特の言う通りだ。じゃあ杯と行こうぜ。うん、うん、おい。我ら義にて結ばれし三兄弟、生まれた時は違えど、死ぬ時は同じ年、同じ月、同じ日を願うぜ。いざ行かん、神の世を目指して。おう。今より世は天下を目指す。そなたもついてくるがいい。承知しました。我が治癒、いかようにもお使いくだされ。こたびは頼みにしている。もちろんですよ。
の条件でどうです？悪くない話だと思いますよ。すまんな、他を渡ってくれ。残念だよ。もちろんで。俺たちの条件はこの通りです。いいだろう。やっほー、取引成立だね。いい結果を期待してるよ。お前には散々苦労させられ、承知つかま。うまくいった。頼みにしている。承知しました。こちらが出せるのはここまでだ。なんとかこれで受けてもらえないだろうか。おや、いい返事を聞けて安心した。
こたびは。頼みにしている。もちろんですよ。俺たちの条件はこの通りです。取引してもらえると嬉しいんですが。この話はここまでだ。続くがいい。この地、我が知略で守ってみせよう。この地を手に入れる。行くぞ。ひざまずく。この飛型がどれほどの効果を生むか確かめてみよう。お
武勇、恐れ入りました。やりやがったな。借りは返す、覚えておけよ。お見事、気を見せよ。それがしも習いましょう。我が力押しなど愚の骨頂、ここは一時下がり兵を休ませよう。呪力を見せようか。お前が相手か。いいだろう。始めるぞ。俺たちはこの地で守りを固めるぞ。この本気を見せよ。お見事、見せつけてくれますな。拠点ヨが制圧した。魂しき戦ぶり、あがいても無駄ってこと。ああ、何もかも投げ出したい気分。私の策で勝利に導いてくれよ。余の本気を見せよう。我が輩の登場で戦の流れは確実に変わろう。帝徳坊、いざ行かん。したようだな。このまま攻めよ。この策で流れを変える。天よ、今こそ我が声に応え奇跡を示したまえ。
さっきの借りを返すとするか。覚悟現状せい。ああ通りはすぐそこよ。いや攻め立てよ。私を倒そうとは無謀な。ひざまずく。身の程を知るがいい。よっ。はっ。ジェイン。いや。気力を見せよう。味方の被害を抑えつつ迎撃せよ。敵をここで足止めするのだ。極めが難よ。今は一度引かねば。勝利、我らの糧としよう。
この礼を言う。くそ、こんな花ありがたい。こたびはそれは早計ですぞ。この方針こそ正しき道のはずだ。もはや迷いなどない。